Baby, you know it. You're losing patience with me, but baby, don't show it. Ooh, isn't this what you wanted? But you're blowing up my phone 'cause I didn't come crying. はい、皆さんこんにちは、チワワ社長です。髪を切りました。寒いのに余計頭が痛い、そんな感じですけど、いや本当ね、寒くなってきましたね。今日も熊本、日中もですね、10度ぐらいしかなかったんじゃないのかな。このハウスはですね、右手に山があるので、朝もですね、霜が結構降ります。日が昇るのが遅いので結構寒くなるんですよ。そういうことで、こちらのねハウスは暖房が入らないので、結構朝方はですね0度近くまで落ちてます。皆さんいかがですか、植物たち。北海道、東北はね結構大雪が降っているみたいで、観葉植物育てるのねかなり大変になってきているんじゃないかなと思います。かといって九州の人たちがですね大変じゃないかと言ったら、それもね全く違います。熊本0度マイナスぐらいまでね下がります。今山あいの方はですね、もうマイナスみたいな感じになってるんじゃないかなと思いますけど、植物たちはですねそこの場所にいたらですね環境に慣れてきます。寒い場所にあったらですね、寒いなりのね性質に徐々に変わっていきます。これ間違えないでくださいね。性質がガラリと変わるわけじゃありません。ちょっとだけね対応していくということです。こちらにねアレカヤシがあります。アレカヤシ寒さにかなり弱いです。でもこれなぜここに置いているかというと、12月末にですねちょっと寒いところに3日間だけ貸し出すことがあるんですよ。そのために今耐寒性をつけるためにあえてこちらの寒いハウスに置いています。そうすることによってですね、寒いところに置いても急激に悪くなることを防ぐことができるんです。もしですねこのアレカヤシ、あちらの暖房が入っているだいたい17度から16度に設定してありますけど、そういう場所から今度置くところはですね、ちょっと屋外のね屋根があるんですけど、かなり冷えたところなんです。危険かなと思うんですけど、どうしてもということなんで貸し出そうと思うんですけど、あちらの暖かいハウスからねそこに出すとほぼ 100% ね、もう1日そこにさらすだけでこのアレカヤシたち抹茶色になってね枯れちゃったりすると思います。でもですねこちらの寒いハウスの方で今のうちからですね徐々に慣らしておくと、まあ急激にはですね枯れないと思います。これがですね寒暖差です。この寒暖差をですね植物たち味合わせると一番ダメなんです。皆さん今の時期植物がね一番傷んでるんじゃないかなと思います。今までですね暖かかった、そして徐々に寒くなってきていた、エアコンも何もつけずにね生活できていた空間がね多かったんじゃないかなと思います。そういう快適な空間から急激に寒くなります。暖房をつけます。冷たい環境に慣れていた植物たち、いきなりあったかい空間に行きます。ふわっとびっくりします。葉っぱちゃんたちから水分がどんどん抜けていきます。そうするとですねびっくりして本体からどんどんいきなり水分が抜けていくもんですから、葉っぱたちを落としていきます。以前話したように植物たちが生きようとする力なんです。なので皆さん植物、今の時期ですね葉っぱが黄色くなったり落ちたりします。根腐れかな、寒さのせいかなとか思う方たちがねかなり多いんじゃないかと思いますが、心配しないでください。いきなりね暖かくなったから、暖かい空気のせいでですね植物たちがびっくりして葉っぱを落としているという可能性もあります。これはですねかなりの人たちが気づかないことが多いんです。葉っぱが黄色くなって落ちていくから、寒さで傷んでしまったんじゃないかな、水をやりすぎたのかなと勘違いする人たちも多いです。はい、こちらにウンベラータがありますけど、このウンベラータ、今日老人ホームから引き上げてきたウンベラータです。見てください、葉っぱがですね
垂れてます。そして黄色くなってます。皆さんのウンベラータもね、こんな感じになっているウンベラータ今の時期多いと思います。でもですね、これも皆さん寒くなった、暑くなったね、いろいろあります。環境がですね、良くなりすぎてびっくりして傷んでるウンベラータなんです。なので傷んではいますけど、全然ねこういう感じのウンベラータ大丈夫です。もし皆さんね、ご自身に心当たりがある方はですね、心配しなくても大丈夫じゃないかなと思います。葉っぱが垂れているぐらいでしたら、僕がいつも復活させているようにですね、水にどっぷりつけてあげておくとシャキーンと立ち上がってきます。そしてこういう黄色くなった葉っぱはもうね、取ってもらって結構です。こういう葉っぱはですね、ついてても意味がありません。でもついてたらですね、こちらに多少なりとも栄養や水分が持っていかれるので、こういう葉っぱはですね、捨てちゃいましょう。ほい。ということでですね、今の時期ちょうどですね、暖かい時期から涼しくなって、そして寒くなりました。暖房やストーブを入れます。いきなりそして暖かくなります。環境が良くなりすぎて植物傷んでしまうということがね、あります。この情報、先ほども言いましたが、なかなかね出回っていないと思うので、皆さん本当心当たりがある方はですね、そういうふうに思ってください。そういう場合はね、慌てなくて結構です。葉っぱ自然とねボロボロ落ちるかもしれませんけど、その環境に置き続けていたら、その環境に慣れた葉っぱをねもう一度出してくれます。外に置いているですね、寒い環境でもその環境に慣れていたら新芽を出すこともあるんです。雪やね霜が当たってしまったらダメですけど、寒い環境でもねそういうことがあるということです。植物たちですね、めちゃくちゃ強いし、環境に順応してどうにかやって自分たちで生きようとする力があります。皆さんその力をですね、ぜひ活かしてあげてください。そしてね、そういう状況に落ちた時、慌てずにね対処することが一番です。そのために皆さん、このチャンネルがあります。しっかり勉強して観葉植物たち冬越えさせましょう。またね、いろんな情報とか、皆さんのね地域でいろんな状況がね違うと思うので、社長こういう風にしたら冬越えできましたよ、こんな感じで傷んでいたけどこういう風にしたら復活することができましたよ、良くなりましたよということがありましたら、皆さん情報をどんどん送ってください。皆さんで冬を乗り切りましょう。それでは今回はこんなところで、バイビー。